こんにちは、まあです、今日はですね、アナザーエデン時空を超える猫続きからやっていきたいと思います。今日はですね、冒険はしません。なんでかっていうと、今日は初めてのガチャ引いていきたいと思います。来ました、星の夢みかんということで、ついに溜まったんですよ、1000個以上でね。これね、どっち引けばいいのかな。この二人の騎士と祈りの魔剣、どっちがいいんだろう。これ何？これ期間決まってんの？こっちは？こっちはもともとだね。もともといるんだ。あるんだ。よし。じゃあこっちで行こうか。せっかくだもん。よし。じゃあ行きます。これ渋いのかな？ちょっと待って。もう一回見せて。よし。頑張ろうか。行きます。出会う。はい。10人と出会います。これ確定演出とかあるの？全然知らないんだけど。おーおーおお。あ、押すのかな？何何何色ならいいの？おぉ。1。1じゃない。1人目ね。ああ、毎回押すんだ。はい。黄色は何？ 3 なの？ちょっと待って、親戚じゃん。はい。あ、うん。何？ミーディアム。何位がミディアムなの？ 3 って。でも、4は絶対出るらしいの。おお！いいじゃん、いいじゃん。でもこれ4にまでしかならないんだ。でもこいつ星3で出たから、まだ違うよね。まだいるよね。黄色が星3なんだ。なるほどね。おーおーおお、いいじゃん、いいじゃん。可愛い子いっぱい出てきたよ。最後が星4なのかな。この辺はみんな親戚だね。あ、侍だって。あ、ジャンルか、この名前は。お、なんか違うよ、一味。やった。全然見た目獣だけどさ、星5になるじゃん。やったー、イエーイ。わ、団長を見かけませんでした？意外と可愛い声なんだね。あの人、目を離すとすぐどこかに行っちゃうんです。え、ともかくよろしくお願いしますわ。ちゃんとボイス付きなんだ、こんな親戚にも。騎士団フリアレスの格闘担当 MS です。はい、騎士団に入った理由ですか？いや、聞いてないけど。いつの間にか。うん。虹のなんとかだ。なんだっけ。雰囲気あるね。まあ、いいや。ケルキアでーす。姉さんたちに負けないよう頑張ります。すごいな、みんなボイスついてんだ。豪華だね。ちょっとスルーで。私はホラン。ばあちゃんが小武道の道場をやってんだ。この子かわいいのに、なんかこのキャラになるとちょっとかわいさが半減してる。まだ小武道だよ。呆れるでしょう。槍は霊弾より早しとかさ。ま、私のランスは光をも立つけど本気出せばね。見せてあげやすか。セリフ長いんだ、やっぱり星4になると。あ、はい、スルーで。君はスルーで。お、来た来た、かわいいね。初めまして、僕の名前はシエル。僕が得意なのは歌うこと。
僕っ子か。楽団のコーラス隊にいた時はソプラノで頑張ってたんだよ。そうなんだ。もし僕の力が役に立つなら連れてってくれると嬉しいな。もちろんですとも。虹の舞踏団リーダーのサウリアよ。リーダーとして姉妹を束ねないといけないの。妹たちはみんな変わり者だから大変だけど、まあ仕方ないわね。しばらくあなたのところに厄介になるわ。どうも騎士ということになってる。女なんだ。慣れ合いはすかめた。戦力になってる。かっこいい。敵ではない。お、来た。俺の名はロキ。人間と魔獣の根結だ。へえ。見た目は魔獣だが、俺の心は人間なんだ。そうなんだ。魔獣との戦いの旅だ。ぜひとも俺を同行させてほしい。俺を信じてくれるのだ。この拳が必ずや全ての魔獣を葬ってみせよう。かっこいいじゃん。やったー。ちょっとパーティー見ていいですか。一番前にしたら獣が前になっちゃった。ちょっとやだな。ちょっとやだ。見栄えがやだ。よし、ということで初めてガチャ引いてみました。